より詳しい話を聞くためにマークはかつてメンバーと共に番組に出演させてもらった東方テレビを訪ねた。プロデューサーの岸本さんは災害以降村中を回り取材を続けている。あ、そうです。マークもだいぶ前歩き回ったりそうですね、もう本当になんかもう、まあ、ここのニュースになってて、うん、もう市内の方は全然雨降ってないので本当に信じられないですね。同じ福岡県で、ね、しかもニュースに流れている町とかもう知ってる、ま、うん、あの道なので、うんうん、本当にショックでしたね。本当に皆さんの話聞いてると、あ、ちょっとやばいかなと言ってちょっとなんかしてるともう出れんというぐらいの、もう周りが川になっちゃって、もうどこにも動けない。スピード速かった。それがやっぱり今回一番の特徴でしょうね。僕にも僕たちにもなんかできることがあればなんか手伝いたいなと思うんですけど、ね、それはいつもどのいろんな災害現場私も行ってるけど、なかなかその、はい、じゃあこれというのって、まあ、まずはちょっと、まあ、今日みたいにお見舞いをする中で何かここのどかきなら自分ができるなと思ったらもうしましょうかじゃなくてしちゃうというか、まあまあもちろん断りなしにできんけどね。自分には何ができるのか自問自答しながらも、マークはお世話になった人たちの元へ。おばあちゃん、おじいちゃん。ここは村唯一のスーパー下川。シール配りの間、マークは何度もこのお店を利用していた。おお、こんにちは、久しぶりです。はい、こんにちは。元気ですか？よかった、よかった。元気でした。おかげでね、どうもなかった。ここに水が入ったけど、まあよかったね。めっちゃ心配しかった。よかった、よかった。もう嬉しかった。もうね、元気だ。これだけね、もう本当は少し入ったぐらいでね、大したことなかったけど、みんなで止めたって話、写真見て。本当、まだまだ、まだ外すとらんわ。もう半歳でもうね。もうね、中学生やら高校生がね、おばちゃん、ちょうだいって、後でも暇があったらしてやるって言った。ありがとうございます。これがあったらね、パンが余計売れる。子供たちもおかしい。被害が少なく済んだ下川は、幸いにもすぐに営業を再開できたという。ちょっと昼前はね、NHK さんのお弁当とか、それから他の方のお弁当を頼まれちゃってね、そんなおにぎりとかね、消防さんもよそから来るでしょ。その方にお弁当を出すようですし。なんか今困ってることなんかあります？うん、まあ大丈夫です。何でも頑張って。乗り越えられる。そしてマークにはもう一人どうしても会いたい人がいた。トシコボンチ、ここですね。おお、どうした？上の部分はちゃんやわ。父ちゃんも無理でしたか？無理でした。もういい、もうこれじゃ分からんけ、あんた。もういい。トシコバーこと室井トシコさん、かつて一人東方村で暮らすことになったマークのことを心配し食事を振る舞ってくれるなど、マークにとってはこの村のお母さん的存在。これなこっちゃない。まあヨークさん訪ねてくれたね、ありがとう。よかったです。何もない。いやもう、あ一気に元気出たよ。あ、ありがとう。よかったです、うん、本当に。丸3日間避難所生活が続いていたというトシコバー。家には泥水が流れ込み床下が浸水していた。もちろん裏を持って。裏を持って。あーって思い出さなきね、それ見ながら。アンケートが来たよ、村から。で、どんな風に思いますかとかアンケートが来たっけ。もちろんもちろん自慢をつけたわ。気になるよ。考えていい考えやね。ちょうどぴったりやん。
ありがとうございました。また来ます。はい、そうしてください。また来ます。目をまともに見られません。